どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、8月8日、阪神 VS 広島の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。いやー、連敗ですな。まあ、連敗はどうでもいいですわ。うん。まあ、先に今日は言っておきましょう。まあ、いつもなんですけども、あくまで僕が語るのは個人の意見であって、その、普遍的に僕の意見が全て正しいんだっていうことを、まあ、押し付けるようなことも全くしてないですし、まあ、それが全てだと思わなくていいんですけど、あくまで僕はこれが良かったな、これが悪かったなっていう風に言うだけなんでね。まあ、言ってなかったんで一応言っておこうと。まあもっと言うならばね、今日の内容的なところを考えれば、まあ僕の意見であるというところをね、強く押しておかないとなんか言われるような気がするから、ちょっとね先にやっておこうかなという感じでございますと。というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番ショート木浪選手、3番ライト糸井選手、4番サード大山選手、5番レフトサンズ選手、6番ファーストボーア選手、7番キャッチャー梅野選手、8番セカンド上田選手、9番ピッチャー西選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、4打数1安打ですと。レフトフライ、セカンドゴロ、ピッチャーゴロ、ピッチャーへの内野安打ですね。まあ、近本選手らしさというか、まあまあまあ、ギリギリの内野安打という感じではあるんですけど、まあ、いいか悪いかで言われたら、まあ、悪くはないとは思うけど、特別いいとは思わんっていうぐらいで、まあ、一本出ただけマシなんじゃないかなとは思っております。まあ、全体的にね、阪神タイガース、昨日4安打打ちましたけど、負けだし、その打線的なもので言うのであれば、やっぱり湿ってるという表現の方が一番しっくりくるんで、そこから考えれば、まあ、1安打出ただけマシなんじゃないかなとは思っておりますと、まあ、明日はね、爆発を期待しておりますと。はい、続いて、木浪選手ですね、3打数無安打ですと、セカンドゴロ、ファーストゴロ、セカンドゴロ、送りバントですね。いやね、この2番バッター、昨日、コウスケさんが出てきて、という感じで、まあ、代わり番号で2番バッターをね、まあ、いろんな選手試してはいるんですけども、今日は木浪選手、個人的に言うのであれば、近本、木浪、糸井、大山っていうこの打順は僕は好きです、正直な話。まあ、左がねちょっと並んでしまうっていうところはって思う部分はあるんですけど、個人的には好きなんですよね。ちゃんと言っとくよ、個人的には好きだからねまあ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 、木浪選手ね、送りバント1球目で決めたっていうところは良かったんですけど、まあ木浪選手いろんなね、その基本的には下位打線をずっと打ってきた木浪選手っていうところから、まあ2番バッターに抜擢されて、で、何をやればいいのかわからないという状況だったんじゃないかなと個人的には思っておりますと。まあ進塁打という感じでね、まあ今日はなかったですけど、まあセカンドゴロ、ファーストゴロ、セカンドゴロ、まあ一応進塁打になるんじゃないかなとというようなあたりをね、まあ、やってるというかね、まあ、2番バッターとして、その送りバント1個ありましたけども、基本的にちょっと何をやればいいのかっていうところと、やっぱり引っ張りにかかってしまうという感じな部分が見えるのが、ちょっと怪しいかなと。やっぱりね、木浪選手もね、もうちょっと今日の時点で2割2分9厘か、まあ、2割5分は攻めて打ってほしいんで、ほんまにね、そろそろ上がってきてもらわないと、なんかショートね、まあ、守備は安定してますけども、ね、ちょっと新たな選手を生み出せなければいけないという感じにもなってきつつあるんで、そのあくまでね、その安定してるから使い続けるっていうのはまあわかるんですけど、まあ2割切るとなるとね、ちょっと判断せざるを得ないんでね、まあ補助選手を出すかって言われたら何とも言えない気持ちにもなってくるんでね、次回期待しておりますと。はい、続いて糸井選手ですね、3打数1安打1フォアボール1三振と、三振フォアボールライトへのヒットファーストゴロですね。まあ個人的にですよ、まあ毎回言いますけど、個人的にはね、吉尾さん、ちょっとずつではあるけど、上がってきてるんじゃないかなとは思っております。まあ、ツイッターとかね、そのヤフーニュースのコメントとか見てると、その、怪我の状態だ、なんたらかんたらって、まあ、いろんなこと言われてますけど、個人的にはね、その、まあ、走りとか、まあ、そういう部分においては、やっぱり怪しい部分はあるのかもしれないですけど、まあ、10球目まで粘ってヒットを打つこととか、やっぱり普通にフォアボールを選べる点っていうのは、やっぱり吉尾さんは普通にできるんで、まあ悪くはないんじゃないかなとは思うぐらいで、まあ特別いいとは全く思わないですけど、まあちょっとずつではあるけど上がってくるんじゃないかなとは思ってます。やっぱりね、この2番バッターより3番バッターの方が吉尾さんやりやすいんじゃないかなとは思う。まあ今日もね、久々に3番というところだったんで、まだまだわからないですけど、まあそろそろ上がってきていただきたいという感じでございますと。はい、続いて大山選手ですね、4打数1安打1打点1本塁打1三振と、レフトへのソロホームラン、三振ショートゴロショートフライですね。
まあ、ホームラン打ったことに関しては、大山選手、吹っ切れたんかなと、まあ、インコースの真ん中のボールか、吹っ切れたんかなと、まあ、弾道的には、えぐいったと思ってね、先制された後、即、同点に追いついてくれるっていうのは、本当に良かったですけど、ただね、大山選手に言いたいことは、やっぱり2打席目がね、その、吉尾さんが、まあ、エンドランで、言ってるんで、カウント的なところも見れば、フルカウントでの走るっていうのはね、まあ、勝負仕掛けるというところを考えれば、絶対的にあり得るんで、まあ、一応ボール球気味を振ってるんで、まあ、見逃すか、もう是が非でも絶対に当てなければいけない、最低でも当てなければいけないというバッティングだったんで、まあ、当てるか、見逃すか、まあ、三振はやっぱりね、まあ、結果的に三振ゲッツーに繋がってるんで、これはちょっとやっぱりやばいなという感じ、やばいというかダメだなというところですね。あと、まあ、ホームラン打ったことはいいですし、まあ、2打席目の三振もね、まあ今言った通りなんですけど、4打席目のショートフライ、これをねやっぱりヒット打ってほしい。2アウト3塁という場面なんで、うん、まあ1本出れば、まあ一発というかね、一本どういう形であれ出れば、まあ 100% ね、得点につながるんで、まあ気になったことといえば、こういうところで打ってほしいなというところと、ショートフライ、ショートゴロっていうのがね、やっぱり引っ張りにかかってるというか、カットボールをね、引っ掛けてしまってるという部分があるんで、まあそこはね、やっぱり流すというかね、やっぱり思い切ってスイングするというところは、引っ張り方向に強くなるっていうのはわかるんですけど、そこはね、臨機応変にというかね、まあまあ、期待しておりますと。はい、続いて、サンズ選手ですね。4打数1安打2三振と、三振ライトフライ、レフティーにヒット三振ですね。まあまあまあ、一本出たしという感じでね。今日のね、矢野監督のインタビューというかね、聞いてたら、まあ今日は西に勝たさなあかん試合やったと。じゃあ、サンズ選手が出て、まあこの後、ボーア選手がね、打つんですよ。で、ノーアウト一塁三塁という場面だったんで、この時点で、サードランナーを、まあ、江越選手、熊谷選手、誰かに変えなければいけなかったと。で、その後、梅ちゃんがピッチャーゴロという感じで、走塁し、サンズ選手がホームに突っ込んでアウトという形になってしまったんで、まあ、足の速い選手やったらワンチャンとか、まあ、守備体系も変わってきたりだとかっていう部分があるんで、これに関しては、やっぱり、矢野監督の采配が一手遅かったという感じですね。西に勝たさなあかん試合やったというのであれば、西に投げさせて勝たせやなあかんと。だから、西くんのところで代打を送るという構想をまず取り払うべきやったなという感じですね。まあまあ、これも個人の意見でございますと。はい、続いて、ボーア選手です。3打数1安打1三振と、三振センターフライ、レフティーにヒットですね。まあ、連打で繋がってくれてよかったんじゃないかなというふうに思っておりますと、次回期待しておりますと。はい、続いて、梅野選手ですね。4打数1安打ですと、サードライナー、レフティーのツーベースヒット、ピッチャーゴロ、レフトフライですね。レフティーのツーベースヒットも良かったですし、レフトフライも当たりは良かった。まあ、最終のね、ほんまの最後の打者になってしまったんですけど、まあ、レフトフライに関しては全然良かったと思うな。まあ、梅ちゃん頑張ってくれてると思うんで、ね、ちょこちょこ言われてますよ。なんか、打率もね、ちょっと落ち込んできてるし、調子悪いんちゃう、他のキャッチャー使ってもいいんちゃうって、いやいや、待て待て、3割1分1厘やぞ。阪神で唯一の3割打者やぞ。変える理由がないわな。僕的には正捕手梅ちゃんで全然問題ないかと思っておりますと。はい、続いては上田選手ですね。1打数まだ2ファーボールと、サードゴロファーボール、ファーボールと、2打席目のファーボールはね、3ボールまで行って申告敬遠に食らったんで、まあまあこれはいいでしょうと。何より評価してるのは3打席目のファーボール、11球目まで粘ってファーボール選んでるんで、つなぎの意識が出てるっていうことを昨日言ったんですけど、そこから考えればやっぱり2番上田っていうのはすごく見てみたい打順だなと個人的には思いますね。さっき言ったね、その1番、2番、3番が左打者で並ぶのが、ってかなーっていう感じで言ったんですけど、まあ上田選手、まあまあ相手ピッチャーにもよりますけど、スイッチヒッターなんでね、左って並ばなくなる可能性もあるんで、そこから考えればやっぱり上田選手2番っていうのも見てみたいかなと思っておりますと。ね、1打席目のサードゴロもね、そのセーフティーバントを積極的に仕掛けに行った結果なんで、まあ個人的にはその評価しているという風に値するんで、いいんじゃないでしょうかと思っておりますと。はい、続いて西選手ですね。2打数まだ2三振と三振三振ですね。次回期待しておりますと。はい、続いて福留選手ですね。1打数まだ1併殺と、セカンドへね、併殺打ですね。これが非常に痛かったと。代打で出てきてさ、そのヒットを打てというか、まあ打点を上げろっていうのは、やっぱり難しいことなんだなとは思うんですけど、やっぱり康介さん打って欲しかったな。ここがもう変わり目やったやんな。だってその次のイニングで点取られてるわけやしさ。
まあまあ次回期待しておりますと。はい、最後ですね、ヨーカー選手です。1打数まだ1三振と三振ですね。次回期待しておりますと。じゃあ投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、藤川投手、ガンケル投手ですね。西投手6回投げて90球、4安打4三振、4フォアボール1失点と、まあ西君にしてみれば4フォアボール多かった。まあ申告敬遠もね、あるにはあるんですけど、まあ4フォアボールというかね、まあ鈴木選手に対してフォアボール2つ与えてるという時点で、まあまあまあとは思うんですけど、まあ基本的には良かったんじゃないとは思う。まあただ先制点をまた上げてしまった、まあ前回に関してはポコポコホームラン打たれたっていうところはあるんですけど、でもね、なんかねちょっと最近先制点を与えてしまってるという部分もありますし、まあそれ以外は基本的にいいですよね。まあランナー背負ってもしっかり守ってくれる、まあ初回のねホームラン以外は点食らってないんで、その一発以外で正直怖い部分はもっとあったんですけど、そこで抑えてくれてるんでやっぱりエースとして活躍してくれてるんだなとは思うんですけどね。まあ打線よな西君の時は打たんでいいと思ってるっていう風にね見えてしまうんでね。まあまあ西選手ね、前回打たれてしまって今回はいいピッチングしてくれたんでね、次回の登板も期待しておりますと。はい、続いて藤川投手です。1回投げて21球、1安打2三振、1フォアボール、1失点と。まあ、球児さんに関してはもうはっきり言おう。これはめちゃめちゃ悪かったね。まあ、いろんなところのね、意見はあるとはいえ、矢野監督はね、よう1点で抑えてくれたな、ということを言ってましたけど、いや待てと。フォアボールで自分でランナーを出すと。まあ、フォアボールがね、まあ、100歩譲って、粘られた結果、そのピッチャーが若干根負けしてしまって、フォアボールになるならば、仕方がないとは思うけど、自分でもともとカウントを悪くした状態でフォアボールを与えてると。だから自分でもともとピンチを広げてるんですよね。その後一塁への悪送球っていうところがあって、自分で得点圏に追い込んで、で、三振は奪ったもののタイムリーを食らってしまうと、まあ全部自分が悪いとしか言いようないんで、これに関してはね正直なんとも言えん。藤川選手が悪いとしかほんまに言えないんで、矢野監督がね、まあ擁護したってというかね、その何とも言えない気持ちですけど、あれに関しては、その擁護するとかじゃなくて、もう、あそこは悪かったね、というぐらいのことを言ってもらわないと、なんや、ああいう感じでいいんやっていうふうに思ってしまうよな。ちょっとここに関しては、ちょっと矢野監督に対して思う部分はあるかなと思いますね。はい、最後です。ガンケル投手です。1回投げて8球無安打1三振無失点と、ガンケルさんほんま頑張ってくれてるね。そのね、球児さんのところに望月選手を出せばいいんじゃないかとかね、まあいろんな意見はあるとは思うんですけど、モッチーに関してはね、連投になってしまうんで、ちょっと投げづらかったんですよね。ね、まあ一応昨日の動画で勝ちパターン、一応勝ちパターンとされてる、その馬場選手、藤川選手、スアレス選手をここで出すのはちょっと難しいと。じゃあモッチーを出せばいいじゃないかと。まあまあいろんな意見はあるとはいえ、連投になるのは怖いと。まあここで一番勝率が高いというかね、まあそういう部分で考えるならば球児さん選んだという結果なんで、もうこれに関してはもう結果論なんで何とも言えないんですけど、まあその後の言葉発言っていうところに関してはちょっとね考えようになってくるかなとは思いますね。まあまあガンケル選手ね、次回の登板も期待しておりますと。はい、本日はですね8月8日阪神 VS 広島の試合について語らせていただきましたと。いやー、まあ、せめて明日は勝って、まあ、三立てされることだけはほんまにやめていただきたいんで、まあ、明日勝って、で、明後日からもね、まだ試合続くんで9連戦なんでね、その、せめて勝って、その次のカード、横浜さんに繋げてもらわなければいけないんでね、ぜひとも明日は勝っていただきたいと。まあ、ただ雨なんでね、若干中止の毛があるんじゃないかなと思うんですけどね。まあまあいいや、明日期待しておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。